はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室というオンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。帳簿をつける理由とコツについて動画で紹介していきたいと思います。メニュー、本日の目次はこちらです。どうして帳簿ってつけるの？帳簿をつけるメリット、帳簿のつけ方について動画で説明していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、それでは帳簿をつける理由とコツについて説明していきますね。目次は先ほど言ったようにこの流れでいきます。さあ、まずどうして帳簿をつけるのかということですね。どうして帳簿をつけるんですかって言って質問すると大概、経理のためとか、税務署に確定申告を出さなければいけないからするという理由を挙げる方がとても多いです。でもそもそもどうして帳簿をつけるかって、もちろん経理のためでもあったり、税務署に確定申告を提出しなければいけないという事実があります。でそのためっていうふうにもなるんですけど、気をつけていただいてはいかないのは、この帳簿をつけていないとどんぶり勘定になるんですね。皆さんちょっとね、耳痛い方多いかもしれないんですけど、どうしてダメかと言いますと、どんぶり勘定をしている方が言うよくセリフが、赤字だからあまり関係ないですよね、どんぶりっていうかね、どんぶり勘定適当でも大丈夫ですよねっていう方多いんですけど、その赤字でもそもそも10万円の赤字なのか100万円の赤字なのか500万円の赤字かによって、そのしなければいけないこととか、これビジネス続けれるかどうかっていうのって変わってくると思うんですね。赤字だからいいっていうわけではありません。そして反対に黒字なんですっていう方も同じくです。大体黒字とかこれくらい売上あるかな、どんぶり勘定でビジネスを経営するっていうのはとても危険なことです。だから黒字は黒字でも、どのくらい今自分のビジネスが黒字なのかっていうのを把握する必要があります。そのために帳簿をつけるというふうに思っておいてください。じゃあそれを踏まえて帳簿をつけるメリットですけども、こちらですね。自分のビジネスを把握できます。経理をする帳簿をつけるということで、自分のビジネスの把握をすることができます。そして数字でお店を評価できますので、その客観的に自分のビジネスが今うまくいってるのかいってないのか、今どういうところに問題があるかっていうのを数字でお店を評価することができます。そして客観的に見える化する、これは数字に置き換えることで唯一客観的にあなたのビジネスを見える化してくれるものになります。なので客観的に見える化をするのが帳簿をつけるメリットになります。そしてこの3つができ始めると、次に自分のビジネスがどうなっているのかっていうのを数字で客観的に評価できますので、例えば借り入れをするときに銀行に資料を提出する際、何がいるかっていうと、やっぱり確定申告を提出しなきゃいけないですね。それはどうしてかっていうと、あなたのビジネスがうまくいってますよ、今利益が儲けたどのくらい出てるかっていうのを銀行や金融公庫さんはそれを見て判断して貸せるかどうか、赤字でねマイナス500万300万って方にはなかなか貸せないと思うんですよ、銀行側も怖くて。客観的に見えるものが唯一この帳簿経理をつけていて確定申告をしているってことで、銀行や金融公庫さんは貸すか貸さないかとか、もしくはいくら貸せるだろうかっていうのを判断せると思ってください。これは補助金などにも利用ができます。例えば何かのチャレンジ補助金に出したいとか、新しい分野にトライするっていうの補助金が欲しいっていう時にも、この客観的に数字を判断できる確定申告書というもので判断するので、借り入れや補助金などにも使える風になります。それが帳簿をつけるメリットだと思ってください。じゃあこちら以上ですね。帳簿をつけるメリットです。では、じゃあ皆さんね、経理帳簿をつけるって多分皆さんが一番分かってるんですけども、どうやって帳簿、経理ってつけたらいいかっていうコツを次紹介したいと思います。帳簿のつけ方の、コツなんですけども、私はいつもこのなるべく分かりやすくイメージが、こうなんて言うんだろう、とっつきにくいイメージが下がるように、帳簿っていうのは結局お片付けですよっていうイメージでお伝えしております。お片付けってどういうことっていうと、引き出しにレシート領収書をどこに片付けるか、引き出しがあってビジネスで使ったレシート領収書をどこに片付けていて、その引き出しにいくら入ってるかっていうのを把握するのが帳簿の付け方の本当基本的な考え方のコツだと思います。で、皆さん何が一番引っかかるっていうと、レシート領収書見て皆さん日付書いてあるなら日付は大丈夫なんです、迷わないんですね。内容についてもレシート領収書見て、あと自分が出したお金なので何に使ったかっていうのは皆さん、ね、よく、ね、知ってるんです。金額についても同じです。レシート領収書見れば金額もちろん書いてありますよね。なので大丈夫なんです。帳簿経理の何をつまずくかというと、皆さんここの2番目の科目分け、勘定科目っていうものなんですけど、この科目分けで迷ってしまって分からなくなる、ストップしてしまったり、溜まって、あ、やらなきゃ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 って言ってると確定申告が来るというような感じだと思うんですけど、で2番目の科目をじゃあ何してるかっていうと、今お伝えしたイメージのお片付けをしてるわけです。引き出しにいくら入ってますかっていうのをしているわけです。じゃあもう少しね具体的に見ていき
きたいと思います。よく税務署の受付とかにも置いてあるんです。事務所の受付はもう透明のたくさん引き出しのついたあの書類入れ、パンフレットを入れたりとか、まあ、書類入れ、あの引き出しをイメージしてください。あの引き出しの中に、引き出しの中じゃない、引き出しにラベルがついていて、売上はここの引き出しに入れてくださいね、仕入れした場合はここの引き出しに入れてくださいね、租税交換の場合はここの引き出しに入れてくださいねということに、一つ一つの引き出しにラベルが貼ってあると思ってください。そこのラベルに片付けるのが帳簿のコツですね。ですので、例えば水道光熱費のレシートがありました。水道光熱費というのは何が入るかというと、見てのとおり水道、電気、ガス、水道です。そういうものに使った支払いのものは水道光熱費の引き出しに片付けます。そしてこの水道光熱費の引き出しの中に1年間いくらありましたかって聞いてくるのが確定申告なんですね。じゃあ実際に確定申告の表を見てみましょう。このイメージでこれがこうなったと思ってください。これ実際の、個人自営業の方の青色申告の決算書の実際の用紙になります。そこで聞いてくるのは1年分のあなたの売上、1年間1月1日から12月31日の1年間で売上はいくらありましたかって聞いてきてます。でこちらですね、先ほど言ったように租税効果、まあ、水道光熱費、旅費、交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費ということでこうもう印字されてるんですね。そこの租税効果が1年あなたのビジネスいくら使いましたか、水道光熱費いくら使いましたか、旅費交通費いくら使いましたか、引き出しの中の合計を1年分取ってここに転記するというのが確定申告になるんです。だから科目分けというのはどの引き出しに片付けるかというルールを決めて片付けておくということです。だから例えば接待交際費の中に通信費のレシートが入ってたり、旅費交通費の中に水道光熱費のレシートが入ってたり、領収書が入ってたりってすると、正しい1年分のこの水道光熱費いくらでしたかっていうのが出ないので、こうルールを決めてきちんと片付けていく。いつもそこに水道光熱費はここ、接待交際費はここって片付けていくのが科目分けの帳簿の付け方のコツだと思ってください。で、実際はこのようになっております。どうしてこういう聞き方をするかというと、結局売上から使った経費を引いた残りが儲けになるわけです。ここね、所得金額ってなってますけど、ここが利益、儲けになります。ざっくり言いますと、税金って売上から使った経費を引いたこの所得、儲け、利益に対して税金がかかってくるんです。じゃあ最後まとめです。こちらです。どんぶり勘定はダメってことですね、ま、ずそして帳簿をつける、経理をつけるっていうのは、まあ、税務署さんに出すっていう理由もあるんですけど、基本的に自分のためです。そして最後、これ大事なポイントなんですけど、節税の準備ですね。経理ができていないと結局今年は儲かったのか儲かってないのか、節税をした方がいいのかしなくてもいいのかっていうのを準備できるっていうのは、普段からその経理や確定申告を作るための準備ができている方が節税ってできるんですね。年を12月31日を超えてしまって、じゃあ確定申告いざ作りましたって思っていたよりも利益が出てしまった場合は、ああ節税何かしておけばよかったって思いますし、なんか意外とね、思ったより少なくてあれだった、ああじゃあこんなに無駄なものを投資しなくてよかったとか、例えば無駄なものを買ってたなっていうのが無駄になる場合がありますので、基本的に節税は普段経理をしている方ができるものだと思ってください。ここ大事です。で最初に冒頭したオンラインサロンの説明です。税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につける、で月額制の完全会員制、毎日平日毎日記事を書いてますね。そちらが税金経理ビジネスの情報が読める、平均すると20本ぐらいのメルマガを読んで、その中で相談や質問も OK です。月3500円でやっておりますので、ぜひぜひ興味のある方は URL に概要欄貼っておきますので、そちらの方からクリックしてみてください。はい、それでは今日の動画は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録の方お待ちしてます。あとグッドボタン、高評価ボタンもお待ちしております。本日も最後まで動画見てくださった方、本当にいつもありがとうございます。では本日の動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。